はい、皆さんこんにちは。本日も全国防犯啓蒙推進機構の理事で坂東学校の学校長をやっております、私坂東忠信がお伝えしてまいります。この放送はおそらく私が出るアジャの番組の今年最後の放送にお届けになるかと思います。今年も大変お疲れ様でした。皆さん大変お世話になりました。あっという間の1年でしたね。なんか今年はですね、1月の初めからっていうか、もう去年の年末の段階から私はこのなんかウイルスが出てるっていう話は聞いてたんですよ。で、1月の段階、ちょうど、そうですね、1月にはもう国会議員会館に行ったり、自民党の本部行ったりとかしてですね、これ絶対やべえから今すぐ止めろって言ってた頃ですね。まあ、そんなことがあったんで、その後、いろいろ自粛でですね、季節として、暑いなとか、今日は寒いな、暑いな、涼しくなってきたな、もう冬になってきたなというのはわかるんですけども、季節行事が全然身近に感じられないというか、ほとんどやらないですよね。盆踊りとか今年ほとんどなかったですもんね。ですから、季節は、体感はしてたけども、季節感がないですね。なんだか知んないけど1年終わっちゃったなって感じで、皆さんもそうではないでしょうか。で、来年ですね。これは見終わってあと1週間もしないうちに来年になっちゃうわけですよね。来年は、2021年ですよ。2021年ビッグなイベントが今計画されてますけどもね。一つは東京五輪ですね。私はこれズバリ言いますよ。これこういうことを保守の中で言うとですね、あいつは保守じゃねえとか言う人いますけども、私はそれでも警備面から考えて東京五輪はやるべきではないと私は思います。思いますっていうか、それ主張したいと思います。東京五輪、この状況でできるもんじゃないし、やったらやったで大変な話になりますんで、私は東京五輪に反対いたします。これ反対派がですね、また左側のとんでもない奴らが一緒、同じように反対してるんですよ。これ前から反対してたんですね。あれは反権力であって、権力あっての反権力という意味で反対してたんですけど、私はそうじゃなくて、情勢を見た上で考えて、五輪できる状況じゃないですね。だって、ね、まあ、ちょうど暑くなってくる頃ですからね、ウイルス、おとなしくはなってるかもしれません。今よりも拡散のスピードは遅くなってるとは思います。でも、日本に今あるウイルスと、アメリカの方でバタバタ人が死んでるようなあのウイルス、同じなのかどうか、ちょっと私、まず分かんないですよ。それ武漢でバタバタ死んでたやつ、あれもやばいですよね。ああいったものが、世界各地のそれぞれに、合わせたウイルスがそのまんま人で入ってくるんですよ。で、自宅で自粛してくださいって言ったって、入ってきたお客さんたち外国人ですから自宅ないですからね。で、ホテルで自粛してくださいって言ったって自粛してないでしょ今だって。今中国からもビジネス客が来てて、それで、公共の乗り物は乗ってはいけませんよとか、来る前にきちんと自分で病院に行って診断書を持ってきてくださいとかあって、その上で入ってくるんであれば日本では何もチェックなしで、あと動いてもいいですけども、公共の乗り物乗らないでくださいねとかって制約はあるんですけども、公共の空港から公共の乗り物に乗ってるやつはほとんどいないですよ。それになって全部監視されてるわけじゃないし、白タクだって来るし、白タクって公共の乗り物なのかって話、ちょっとどうなのかよく分かりませんけどもね。で、日本人だって海外から帰ってきた人たちも電車乗っちゃいけませんよとは言ってても、まあ、それ専用のタクシーきちんと呼ぶと、東京都内でも何万円ってかかるらしいんですね。まあ、家族4人で行けば少し割安になるんですが、1人でもそういう値段ですから。それで地方の方まで乗っけてってもらう。成田から地方の方まで乗っけてってもらうって、確か5万とかなんとかって言ってましたね。5万円以上かかるとかって。だからそんなお金払うんだったら普通に電車で帰った方が安いじゃんってみんな思ってるし、どうせ俺マスクしてるし黙って誰かと喋るわけじゃないからいいんじゃないのってみんな思って、それで行くわけですね。ですから守られてないです。強制力もないですしね。その状態で世界中からお客さんを呼んでいいんでしょうかね。私ちょっとそこすごい心配なんですけどね。それと、ウイルス抜きにしてもですよ、今非常に情勢が緊迫してますね。で、日本の唯一の同盟国であるアメリカがこの後どうなるのか全然見えてこないんですけども、中国は今ケツに火がついてる状態で、しかも一世一代の大チャンスなんですよ。前の週に、以前前にちょっとお知らせしましたけども、北斗ナビゲーションシステムっていうのが、これができましてですね、
これをもとに、これを利用したシステムを使えるのは、まあ、主にその中華系の家電であるとか、連動してですね、家電であるとか、まあ、スマホが、中華系のスマホが、これがコントローラー代わりになることで、さらに、北斗システムと連動して、それとさらに連動する、家電なんかの売り込みで、経済を立て直さなきゃいけないですね、中国は、今頑張って。で、それを普及させることによって、日本人がもう、中華系のその、なんだろう、コントローラーに なってしまった、その中華系の端末を捨てることができない。そうすると、やっぱり中華系危ねえから、NEC とかに乗り換えようかなって言っても、NEC に乗り換えたとしてもですよ、その時に、例えば中華系の端末で全部揃えたやつが NEC に言っても、コマンドしても、これが全然、家電が言うことを聞かないと。帰る前にボタンを押すと部屋が暖かくなってるとかですね。だから、ご飯炊いておいてって言うとご飯炊いてくれるとかですね。そういったものなんかがですね。あと、洗濯しておいてって言うと、今、洗濯機なんか洗剤入れなくても動きますから、洗剤入れなくても全部でっかいのガチャッとセットしておくと、ちゃんと洗濯機が中に入ってるものとかを、ちゃんとセンサーで見て、重さからどれぐらいの洗剤と柔軟剤と漂白剤入れたらいいかって全部計算してやりますんで、それもその端末で動くとなるとですよ、中華系の今まで使ってそれ全部連動してたのに、それをやめて NEC にしますとかですね、したら動かなくなっちゃうわけですよね。それと、北斗システムと連動してるんで、それでずっと場所が取れていた。それでよって、具体的に言うと、うちの子供が今どこにいるのかなって、それで見てる。それが端末変えちゃったら見れなくなっちゃうわけですからね。そういったもの、そういった状況なんかが出てくるんで、中国製品がこれ買いにくくなってくるという話になってくるんですよ。それを今中国が、ファーウェイなんか本社の、販売ページで5割引きでやってますからね。NEC 本社の、本社ストアページで5割引きで NEC の製品売ってないですよね。まあ、量販店なんかやってますけども、作ってる会社が5割引きって考えられないんですけど、今、ファーウェイはそれをやっていますね。ちょっと話を元に戻しますと、それだけ中国が今、売り込みの大チャンスなんです。で、このビッグビジネスを、この五輪に乗っけてやろうとしてるわけですよ。そういうような状態で入ってくる。それと、いろんなその情報機関の人たちなんかも当然入ってきて、五輪を見に来たということで、いろんな情報収集をしに行ったり、人とアクセス取ったり、アポ取ったりとかしてですね、こうやって情報を持って帰ろうとしているんですね。で、今、電気通信なんかにやると逆に補足される可能性があるんで、これからおそらくですね、電気通信もですけども、より一層その人と人との接点というのは大切になってきます。特に普段、メールでやり取りしてるだけで相手の顔が見えないっていうとですね、きちんと相手との信頼関係がないと、その諜報活動、傍聴活動、これできませんので、必ず人と会うわけですよ。その人と会う口実に一番いいのが、まさにこの五輪ですよね。日本に行って会いに来てくる。私だったらそうします。それと、五輪を、中国側の政策としては、五輪を一緒に成功させてやろうという餌を見せながら中国に協力させるというものもあるかと思いますよ。今実際に中国のビジネスマンに対する入国の規制がだいぶ緩んでいるというふうに言われています。もう、規制、前までは入国拒否という言葉を公式に使ってやってたのが、その拒否の緩和になってからですね、もうすでに1万人ぐらい入ってるんですよ。でもまあ、もっとも今年の2月までの間にもう110万人ぐらい中国人入ってましたけどもね。で、それからはずっと、100人とか200人、300人多くて800人とか、そのぐらいでずっと推移してたのがまた1万人バカッと増えてます。もう、去年の11月ぐらいでそれぐらい増えてましたからね。それもなぜかというと、五輪を成功させたいがために中国人をまず受け入れるというところが私はあるんじゃないのかなと、菅総理を信用してないわけじゃないですけども、菅総理ポーカーフェイスすぎちゃって何考えてるんだか、ちょっと見えないところありますんでね。だから多分そういうのもあるんじゃないのかなと、やっぱり五輪はやろうっていうふうにもう、方向づけやってるみたいですしね。なんていうのも、自民の、元の大先輩の、森元総理がですね、そこら辺仕切ってやってますから、これ言うこと聞かざるを得ないのかなという感じもしますけども、そういうことで中国に有利な、展開にさせられてしまう五輪だったら、私はやるべきではないと思いますし、この工作員もいっぱい入って、
どんな工作をするか、情報収集活動工作だけじゃなくて破壊工作とかもやるんじゃないの。なんでかっていうとに、まあ、その前にな前かな 前かもうほぼ同じ時期なんですけどね、あの中国共産党設立100周年っていうのがあるんですね。この100周年で中国共産党が今自慢できるのは、まあ、経済大国になりましたって言っても、うん、これはどうですかね。もう今経済米中経済戦争って去年あたりからこれ言われてますんで、もうガタガタになってますよね。これがまずダメになってる。それと、中国人民の中にも不満分子がどん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 増えてきてますね。それと、まあ、ダメになってるのを挙げてもキリがないんで、いいことを言うと解放軍の軍拡が着実に進んでいるということ、それと北斗ナビゲーションシステムで全世界にサービスを提供できる、逆に言うと全世界どこでも、ナビでピンポイント爆撃とかできると、まあ、それぐらいの、電気通信網ができましたよと、この2つはこれ自慢できると思いますね。ですから、この自慢の他に足りない分は他の国はダメなんだよと、あの国失敗してるからでも俺たち良かったよねっていうところを作らなきゃいけないし、そういう思考回路です。はっきり言います、そういう思考回路です。中華民族はそうすると何をやるかというと、五輪を失敗させるのも一つの手かなというふうに私は思いますよ。これ中国人に対する民族的な差別とかじゃなくて、そういう傾向がありますよ。これ民族でも他にもありますよね、そういう傾向を持っている他のある民族の皆さんがですね、しきりに日本を貶めようとしている民族、あれは特に顕著ですけども、中国人にもそういうところがあります。ですからそこをそういう工作の可能性なんかを考えると、今年は五輪は、今年じゃない来年はですね、私はやるべきではないし、五輪よりも違う方法で別の収益の上げ方を考えていかなきゃいけない。その国民の収益が上がることによって税収が上がるというふうにみんなつながってますんで、その方法を早めに、五輪じゃない方法を私は考えるべきではないかな。そうじゃないと私たち自身の生活が脅かされて、来年の五輪が終わった後の秋なんかはどんな感染がどれぐらいの勢いで広がるか分かりません。今でさえ営業自粛とかって言われてるんですけどもね、これのもっとひどい状態が来年の今頃になって発生している可能性がありますんで、私はちょっと五輪についてはですね、まあ、スパイの関係なんかもありますけどもね、ちょっとよく考えていただきたいなというふうに考えております。後半続けてまいります。